そうなんですね。それでその民選選挙ってのはずーっとエジプトやられてはきてるんですよ。最初はクーデターでその後民選選挙。はい、それで軍っていうのはですね、例えばピラミッドのそばでラクダを引いて観光客に乗りませんかとやっているあれも軍なんですよ。うん、え、そうなんですか軍の利権はものすごいあるの。<ー>あの、高層ビルのデベロッパーも軍だし、うん、航空会社ももちろん軍だし、うん、それであの、農業も軍だし。 大大きな巨大なな巨利権手段なんですよ<ー>エジプト軍エジプト軍っていうのは。<ー>だから国軍の幹部っていうのは、軍地だけじゃなくて、エジプトのほとんどエリート層を取っていたと。うん、それに対して、ここのところから前のムバラクさんの時代に腐敗が来てるし、富の,あの分配が不平等じゃないかと。うん エジプトは大国なのになんで圧倒的大多数の国民がこんな貧しい生活をしてるんじゃないかっていうことで政権交代アラブの春が起きたと。それでアラブの春が起きたら今度はとりあえずは恩恵に行くって言ってるけどもこれやっぱりこの前のモルシー大統領のやり方を見てるとだん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 イスラムの強権的な支配にしていって形は違うけどもイランみたいな感じとか このタリバンの時の、この、アフガネスタンみたくそういう方向になっていくんじゃないかと。こういう心配もあると。あともう一つ、エジプトっていう国は、イスラム教徒だけじゃないんですよ。あそこはキリスト教徒が多いの。特に、コプト派っていう、その、いわゆるそのローマ・カトリック教会とか、プロテスタント教会なんかの、正統派とは違う、もっと前に分かれた教会があるんですよ。エジプトっていう国は、このキリスト教徒と,と、 あの、イスラム教徒たちが手を握って、キリスト教、イスラム教じゃなくて、エジプト人なんだっていう形で作ろうってできた国なんで、この世俗主義っていうものとも、原理主義があんまり進むと、今度キリスト教徒が排除されちゃうと。こういう要素があるんで、国家が危機的な状況になったと。そういった時にっていうのは、いつも軍が出てくるんですよね。だからこういうことが起きたってことなんです。ただこれは、エジプトだけの話じゃない。だから、あの、アラブの、 春からもう一回今度民主制っていうものを否定して軍が出てくるアラブの冬っていうものが始まったと。それでこれがアラブだけじゃなくてトルコの及ぶかもしれない。トルコもイスタンブールが今、イスタンブールの大きな公園にみんなあ、国民の皆さんが集まって政府に対しての抗議集会を開いていたのがまあ、まあ要するに政府の方が排除して。力で排除したと。排除したのが今度はどんどん分散して浸透し始めたっていう話ですね。そうでう、ね、すね。ですから、エルドアンさんっていうあの大統領も 本当はイスラム主義なんです。ただ、徐々に徐々にやっていこうと。うん、トルコっていう国はイスラム主義に傾きそうになると、必ずこれ軍が出てくるんですよ。うん、それ今回のきっかけになってるというのは、夜間の酒の販売禁止なんですよね。うん、そうすると、あれお酒を売ったらいけないってことになると、これ段階的に進めてきて、イスラム主義に行くんじゃないかなと。うん、これを世俗化が警戒してると。うん、だから軍が、今回は、 あの、治安警察は弾圧の方向で、あの、協力したけども、この先必ずしもそうとは限らないですからね。ですから非常に今、あの、エジプト、それからトルコが不安定になっている。